美味しい。なんかめっちゃ眠い。ちょっと15分でここを通り過ぎ、うん、食べな、スプーン一杯。全然色が違う。はい、月のママといろんな動画撮影して見返してたらおもろかったよね。過去のやつ面白かった。今風呂掃除してる写真が。ジェシちゃんのモーニングコーヒーできました。お客様どうぞ。ありがとうございます。あ、逆か。まあ、いっか。あと今日はスペシャルメニューでハニーサービスがあります。うん、やっぱコーヒーと合うよね。合う。これなんでピアノ弾いてるの？そうそう、2度目っておかしい。忘れてた。なんなん、マジで。あれ、今無意識回らなくてさ、本当に最高、話したいんだよね、デシちゃんと。ありえないよね、簡単そうな曲だね。冗談に決まってる。その箸さ、これも何年も使ってるよね、もう。うちさ、もうずっと中学入ってからずっと使ってるよ。こうやって切っていきます。20分です。
40分経ちました。わあ、ちょっと味見して。あ、美味しい、めちゃめちゃ美味しいわ。これ出来上がりだ。完成。じゃあこれを食べてみよう。硬い、硬いんだ。硬いですね。これをピーラーで、ピーラーで剥くの。ああ。肉厚な鰹節の柔らかバージョンって感じ。いや、動画撮ってる。美味しいよね、うん、この味噌。しょっぱかったらお湯足して、うん、しょっぱい、うん、ちょうどいい、うん、あー美味しい、うん、美味しいわ。ジェスちゃんも味噌買ってさ、こうやってお湯溶けばいいんだ。だし、クックさんのだしがうまいんだよねこれね、うん。持っていかないしね、うん、ちょっとしょっぱいわ。お湯足す？いいよ。しょっぱくない？うん、これね、重ね煮の牛丼美味しいんだ。美味しい、うん、牛丼めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいでしょ。うんまでしょ。これね、重ね煮にすると本当に美味しいの。これ最高だよね、うん、すき家の千倍うまい。いや本当にめっちゃ美味しい。これなんでこんな美味しいの。なんでだろう。だしも入れてない。あ、でも塩麹でさ、うん、ちょっとつけて寝かしてるから肉が柔らかいじゃん、うんうん、得意料理やね。これお店で売れるよね、うんうん、でも適当なんだよね。なんかめっちゃ眠い。なんで？わかんないけどめちゃめちゃ眠い。疲れてんじゃない最近。何で？なんかいろいろ頭使って準備で。あ、それはある。ジェシちゃんが今回持っていく服は1年間でこれだけ。あとはこれが、あと上着はあるけどね。これはユニクロのウルトラライトダウン。服はこんな感じ。どう？準備万端？うん、まあ多分これ置いてくやつね、うん、はい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 、行きましょう、うん。ジェスチャーのリュックさ、写しなくない？あ、いいね。
初めて変顔で可愛くない人いた。ミーミーやばかったね。やばい。ちょっとやばい。ミーミーの変顔やばかった。あったこれだ。これに。じゃあ、りっちゃん。いってらっしゃい。乾杯。みんな一緒。日本を旅立つ前はラーメンでございます。はい。いただきます。美味しい。おお、そんなに美味しい。うん、美味しい。甘い。すごい甘い。どっちも豚骨なんだけど、そっちが和風で、これなんだっけ、博多。どっちが好き。こっちの方が美味しい。もうちょっと食べていい。白く濁ったラーメン。うちなんかもらってないのないよね。あるよ。これどうき？ソボクッキー。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 じゃあジェスちゃんとミミもハグハグ。イエーイ。バイバイ。写真も撮らなきゃ。写真撮るよ。行くよ。はい、チーズ。ちょっと待って、私もう時間ないじゃん、そしたら。でもちょっと15分でここを通り過ぎてさ。じゃあね、遊びに来てね。はい。なんで誰もここで別れをしてないんだろう。してたよ、さっき。はい、してるよ。そうね。首脳会談みたいなんだけど。日米。うん。わかんない。わかんないけど、もう行かなきゃでしょ。25分までに。わかんないけど、もう行かなきゃダメだよってさ、30分くらい前にまた飛行機乗るじゃん。ってことはさ、だよね。じゃあね。じゃあね、ジェシちゃん頑張ってね。はい、頑張ります。じゃあね。じゃあ写真撮る、写真早く。3人で警察に撮ってもらうしかない。止めていい？あれ？
れ撮れてなかった、今撮り始めたかも。え、はい、今ジェスちゃんを送りました。ちょっとね、泣くつもりはなかったんですけど、ちょっとだけ涙がちょちょっと出ました。ちょちょ切りタイム。はい、ミミもジェスちゃんすごいよねって言ってたね今。うちはまだ中学生で海外に一人で行くことなんて不可能だから。ジェスちゃん18で一人で海外行ってすごいねって言ってたね。いや、なんかね、まだ実感が湧かないよね。なんかもう今見送ったけど、家帰ったらジェスちゃん帰ってこないんだなって。でも1年後には帰ってくるからね。長いね。はい、これね、ベトナムのお金なんですけど、空港で募金できるそうなので入れていきます。